さあ、追い込まれた BBV 東京。これ苦しいですよ、このサーチ。追い込まれてます。さあ、試合開始。先に攻撃するのは BBV 東京です。まあ、BBV のファンは、ほんと BBV のサーチ&レストロイ、非常に楽しみにしますから、今日はどんなプレイングを見せてくれるのか。オムキャリーのランポは A 側、他3名が B 側、センター見てるのが100ヤのスナイパーライフルでしょうか。デーモン一人で高い位置勇気持ってプレッシャーかけますね。あれ、青い矢印4番 B 側。はい。まあ、あれのおかげで少しこう様子を伺うような BBB は形になってますね。はい。今日は100ヤがスナイパーライフル、サスケは今日はサブマシンガンでしょうかね。部形成変えてきました BBV。 さあ、50秒経過。どのタイミングで勝負を仕掛けるか、我慢の時間が続きます。 RB は落ち着いてますね。ここまでじらされてもしっかりと陣形崩さずに待ってまそうす。ですね。もうデーモンが積極的にプレッシャーかけに行っても、相手が動く気配ないですし、A 旗に関しても情報が全く足音立ててこないので、落ち着いた陣形組めてます。さあ、残り1分切っています。45秒。サスケが前に出る。ビースモークを焚いた。ただボムを持ってるランプは映画は、これはどうなる？そうですね、これうまいですね。 B でアクション起こしてからの A ですけど、どうですかね、それに対応できるかどうか。異変にもうそろそろ気づけるはずです、来週バイトも。サスケのみが B に残る形。来週バイトは A に気づいています。センターミスはい。ティーファーストブラッド、その頃にこのが入ってきます。 B 側からはサスケが来てるので、クレリングも完璧。いや、う来まい。週バイトの位置はしっかりと把握できている模様だ。設置完了。5-on-4。人数有利を作りました。 RB はこれ前に出れない。そうですね、完全にもう BBV の策略通り振られてしまった形なので、 B 側にもう A 完全に中取られてますから、かなり厳しいです。スナイパーライフルダブルキル、 T が挑発した。サスケダブルキル、2ベース、イーブンです。残り時間18秒。入っていった RB、 勝負仕掛ける。サスケ前に出て1秒立つ、1ベース。先ほどランプが締めてくれました。無理やりチャンスを作った来週バイトですが、ここは BBV 東京1ラウンド目取っています。まあ、お手本のようなシフトでしたよね。本当に B に最初にアクションを起こして、ただ A が本命、ボム持ちともう1名が A にしっかりと、その動きに合わせて中を取って、しかもそのシフトした後に B に最後サスケも残してましたから、挟む形もできていた。本当お手本のような B からの A シフトだったと思います。完璧、 RB 振られました。ただでもチャンスは作っりましたからね。これ BBV からしたら嫌ですよね、このあそこまで追い込まれると。そうですね、ファーストブラッドも取れて完璧な陣形も組めていたところから、ちょっとあわやだったので少し怖さはあると思いますけど、どうでしょう、また同じような形ですかね。そうですね、3名で B、 センターに100やスナイパーライフル配置して、ボム持ちは A が寄ってます。いや、ここは B に行く判断。今回は最初から本命の B。 そうですね、シフト読みを読んでのそのままの本命 B ですね。ただこれ読めてますよ、それはしっかりと硬い。 B に枚数多い。同じ形、ファーストブラッターキャットのスナイパー、 T が1枚落としてミスティ1枚。デブからのゼロツー、一瞬で止めた。 RB 防衛成功、本当に一瞬でしたね。来週バイトはね、先ほどの攻めがあったんで、普通だったらね、またこれ A に来るんじゃないか、シフトでって思うところなんですけど、もう硬かったですね。いや、B だねって これは B だろうと、はい、山張ってましたかね。はい、これでファーストブラッドは100や。ここは、うわー、大手部強気に前に出た。さらにはキャットのグレード。 BBV 東京は A 側入ってきていますが、RB 対応できるか、人数有利 RB。 うわー、ここも当てる。キャットのスナイパーライフル止まらない。止まんないですね。ちょうど残された、挟まれた、1枚落として、足音が聞こえるか。敵に囲まれている。 A 側にボムキャリー落とされました。はい、さすがに厳しいと思いますね、 1v3 ですし。6時間は1分10秒。さあ、どうする。来週バイトはもうしっかりと映画のボムに気づいて張ってますね。ですね。消耗の最終位置も大体は把握できてます。まあ、もうこれは、はい、聞こえてると思いますから、報告も入ってクロス組いってますね。逃げるしかない。チョモ、時間が刻一刻と迫ってくる。残り時間45秒。設置する時間を考えると
もう無駄な時間は1秒も過ごせません。チョモが入っていった、1枚落とせ、うん、しかしここは苦しい、体力ハーフ削られた。来週バイトは出てこない、我慢の来週バイトでした。2対1甘えずに待ってました。来週バイト素晴らしいですね。そうですね、今のしかもなんならあの T 選手が打ち負けたとしても後ろの選手はもうあと設置されないように逃げ回ればいいだけ、時間切れでも勝てましたから、非常にこう相手の価値を潰す、まあ、いい 1v3 でしたね。来週バイトがここでリードを握る。 BBV 東京はセンター上がっていくが読んでるデーモン、そのデーモンサスケがカバー、バルコニーはスモークがたかれて顔を出せません。 T センター取ってるのは BBV 東京です。ただこの陣形少し不安定そうに見えるが、キャットのグレネードが100矢を捉えています。その100矢のスナイパーライフルをピックアップ、拾ったのは乱歩。まあセンター高い位置取れてて情報これで拾えるので、そうですね、シフトは楽になると思いますけど、高い位置にいるだけにカバーに入るのも難しいので、はい、ちょっと怖いぞ。ここは乱歩クリアリー、いやー間に合わなかった。おーデブ隠れていました。 4v2BBV 東京、サスケとミスティはセンターから身動き取れないか。そうですね、できればですけども、あのセンターを最初に取ったのであれば枚数をかけてセンター側からアクションを先に起こしてあげたかったですよね。ボムキャリーが先に今はアクションを起こしてしまったので、はい、どちらかというとセンターの選手たちが先にアクションを起こしてそれに応じてボムキャリーが動く形を作りたかったです。こうなると苦しいです。 4v2、はい、もう本命も B ってバレちゃってますから、うん、かなり苦しい。ミスティサスケどうする、持つの新しい武器 MX9、オーデブの確認、グレネードで飛ばしに行ったが、そのグレネードは上の天井にリフレクト、入れ込むことはできませんでした。残り時間15秒、来週バイトは甘えません。ここでオーデブ落とされますが、残り時間は10秒、しっかり強ポジションで待って、うん、防衛しきる形、ミスティ1人、うん、ここは熱い手厚い形を作ってきました。来週バイト3対1、本当にこうどんなだけ有利な状況でも甘えませんね、最終バイトは。そうですね、時間目いっぱい使っていいんだよっていう意識がしっかりと、まあ防衛だからこそですけども持ててますよね。リーグ東京は攻撃最後のラウンド、ここは取って攻守交代を迎えたいところ。5枚で B に上がります。今回来週バイトは B 側の防衛、オーデブ1人耐えるかどうか、はい、100円のグレードで崩されました、うん、これで B 中完全に掌握。ゼロツーのグレード乱歩が飛ばされます。ボムキャリーダウン、このグレード大きいぞ。そうですね、設置止めれたんでこれでワンチャンス全然生まれますよ、はい、B がミスティ落とせ、人数有利、荒足バイト、助けが手を落として3v3、再びイーブンです。キャットのスナイパー、ここで100円を射抜いた。チョモは無理やり設置、はい、もうそれするしかないって感じで、問題はチョモが逃げれるかどうかですけど、設置完了、しかし位置はバレています。容易に前には出れない、後ろにも下がれない。来週バイトはどう崩すんですかね、これ思い切っていくのか、はい、完全に取れてますからね、3名のチョモ、これ勝負を仕掛ける、しかし真ん中から来た、残されたのはサスケ 3v1、 残り時間17秒、解除に入っている、1を落としてデーモン、よく見ていました、これは余裕の解除です。来週バイト防衛4回取りました、4対1、いやー素晴らしい、いや見せてなかったね、ラッシュを見せてっていうところでかなり BBV の方がいい陣形作れたんですけど、そこからよく本当跳ね返しましたね。やっぱ SR がまずキル取れてるってところが大きいですし、ボムを止めれたのがでかかった、なんといっても、はい、あの 0-2 のグレネードですよね、はい、これで攻守交代、 BBV 東京苦しいサーチ、来週バイトが新たな時代を作ろうとしているか。 BBV 東京にサーチこれだけ戦ってると本当に素晴らしいですよね。そうですね、これは苦しいですよ、じっくりじっくり攻めていきます。ボムを持ってる T は A 側、少し BBV 東京と攻撃の仕方が似てますかね。
はい、まあ基本的な形は両チームほぼ同じような、 B には1人、まあ様子を見させるというか、来たら報告を入れるような係を置いておいて A を重点的に守る、はい、それに対して攻め側は、まあ、どちらにも行けるような形を作りつつ、どっちで先にアクションを起こすのか、はい、でその後のシフトをどうするのかっていうところの、まあ、おなじみの駆け引きではありますね、これは両チーム。残り時間は1分です。ここで BBB 東京動いた。 B 側に3枚寄ります。スナイパースパイ、寄ったところを狙うのがキャット。いや、まさに BBB 東京と全く同じ形ですよ。そうですね、ファーストラウンドと全く同じ、しかもキル取れたんで、これはもう B に寄らざるを得ないぞ。ファーストブラッドは来週バイト、キャットのスナイパー現在8キル。そしてノーリスクで A 中エントリー。皆さん左下のマップをご覧ください。もう A で設置してるんです。完璧ですね、もうこれは。うわー、今ちょっと鳥肌立っちゃった、完璧すぎて。はい、今のは素晴らしい、もう火の打ちどころがない。そうですね、もう B 側に寄せるだけでもいいのに、ファーストブラッドが取れちゃいましたから SR で。もうそうなったらやりたい放題ですよ A 側は。いやー、フェッチも完了。またキャットのスナイパー、ランパがそのキャットを抜いていますが、 T がチョモ落としてミスティ、ランパダブルキル入ってきた。 BBB 東京意地を見せる 1v1 ミスティがスティックミス、ミスティきたー、ミスティが変えた。この男が一人で変えてしまった。今のは何なんだ、何が起きたんだ。もうミスティ一人でトリプルキル、ここで全てを解決しちゃいましたね。来週バイトが絶対取ると思ったラウンドだったんですけれども、 BBV 東京ここは崩してきました。まあ設置した後ので少し時間かけてくるかなってところ意表ついて、思い切って速いスピード感で来ましたけど、とはいえミスティ、はい、素晴らしいとしか言わないです。これでまだまだ望みはつなげましたね、 BBV 東京4対2。まあ、今みたいなこうなんていうんですかね、ロジカルな攻め、 B に行ってから A みたいなのをしっかりと来週バイトも用意してるよっていうのが、もうこれで BBB は分かったと思いますから、簡単に釣られるようなこともないと思いますし、はい、うん、あのかなり、はい、でかいラウンドになりますよ BBB にとって。警戒も怠らずに、ここでもう一度気を引き締めてというところでしょうか。さあ好調なキャットのスナイパーライフル、ゆっくりゆっくりとワイナリー2回進行していきます。そのスコープの先に見る場所はいかい、どこになるのか。1分経過、まだ1キルも生まれていません。ここで B 側に少し動きがありました。デーモンが前に出ています。そうですね、ボムキャリーが A にいるので、まあ、B 側でできればアクションを起こしてあげたいですけど、 B 側今度は先ほど1枚と違って2枚見てますから、はい、2v2 に近い形になるので、ここで余計なキル交換が生まれると少し怖いです。さあオデブグレネード握って、そのカボチャグレネードをどこに放り込むかですね。でも本当は来週バイト徹底してるんですよね。最初にボムキャリーが動かない、まずはボムキャリーじゃない逆サイドの選手がファースト、まあムーブを起こす、でそのムーブが起こってからボムキャリーが起こる、移動するっていうところなんですけど、ただサスケがいいとこ待ってて、おーサスケミスティだけにいいとこは持ってかせないぞと、サスケがトリプルキル、一人で映画を止めてしまいました。はい、さあデモ無理やりセンターからエントリー、ここはサスケ4枚目、最後はランポが決めてくれました4対3。これなんですよね、先ほどミスティが一人で解決しまった1個前のラウンド、あれでもう完全に来週バイトはそういうシフトのロジカルな攻めができるよっていうのが分かってたからこそ、 A にサスケが意地でも残ってたんですよね、シフト警戒で。はい、でまあ角待ちのところクリアリング甘くなってぶっ刺さりましたね。いやー、ここはもう修正力高いですね、BBB 東京。いや、本当に。意地を見せて、4対3、1ラウンド差まで来ました、ファーストブラッド。あったー、よく当てます、これで10キル目。今回は正直に A 中入ってきました、来週バイト。先ほど小手田さんが言っていたロジカルの攻めを警戒したものを逆手に取って、バカ正直に A 中入ってきましたね。そうですね、速さと勢いで、まあ、SR のファーストブラッドもありましたから、はい、これはもう行こうっていう感じでしたね。非常にレベルの高いサーチ&デストロイが繰り広げています。デーモンサスケ落として、うわー、ここはエビートが4倍5枚いきなり出ていった。今度はランポがトリプルキル、ミスティ、サスケ、ランポと3ラウンド連続でトリプルキルが続いています。 BBV 東京4対4、追いつきました。
なんですかね。はやっぱりサーチ落ち着いてますよね。はい。あの1ラウンドでまずそもそも相手の B からの A シフトに対応がしっかりとできていた。サスケはもうじゃあ A でシフト待ちしっかりしようっていうところの対応ができていたところもそうですし、今のもまあ初動の流れかなり悪かったんですけど、そこからしっかりと修正してタイミング合わせて全員で攻め上がるっていうところもできてましたから、はい、素晴らしいですね。先ほどまで4対1だったんですけど、もうすでに4対4。ここでもファーストブラッドはキャット、ミスティングレガル大デボ落としています。 T がランプをカット、スナイパーライフルが崩れるか。人数有利は来週バイト。やはりキャットのスナイパーライフルファーストブラッド率が非常に高い。これでもう攻めるはずなんだね。もう圧倒的に、はい、キャットの SR のおかげでアドバンテージを取れているような状態続いてますよ、来週バイトは。さあそのキャットを MX9 拾っています。さっきの人で決めるチー、これで12キル目。人数有利アライシューバイトホーブイツです、はい、もう裏の1枚潰れたんで、あとは正面の2枚だねっていう位置も確定してますね。さあ2枚同時にエントリー、ここはしっかり押さえていました。来週バイト、これでマッチポイント5対 4BBV 東京、ここで追い込まれました。絶対絶命、負けられません。極限状態のこのサーチ、10ラウンド目を迎えました。A 行きますかこれ。まあそうですよね、まあ、B 今完全に突破されてしまったんで、当然 B に対して警戒しなきゃいけないっていうところを読んでのこれは A だと思いますね。さあ A 側4枚でエントリー、ファーストバットオデブランプが1枚2枚落とした。でかすぎそれ。このダブルキルは大きい。 BBV 東京に心の余裕を与えます。来週バイトは一度ストップがかかった。そんな中 B が設置に入る。0-2-100落としてイーブンになった 3v3 設置も完了。これは分からない。そうですね、設置もできましたし、不用意にちょっと1枚落とされてしまったんで先行して、はい、これで数的どうするので全然分かんないです。さあランポが0-2落とした。ここから BBB 東京崩しに入ってくる。1-1交換 BBB 優位 1v1 チョモ VS オデブ、チョモが勝った。解除も間に合います。リーダーチョモが BBV 東京をつなげました。5対5、勝負の結末は11ラウンド目と持ち込まれました。来ましたね、ラウンド11。もうこれは分からないですよ。攻守交代、 BBV 東京の攻撃、来週バイト防衛、しかも攻めか BBV。 そうですね、プロが取るかアマチュアが取るか。ここに来て駆け引き無視だ、もう B だ。これが BBV 東京のサーチ、強気に B 入ってきましたね。中はとりあえず取れたんで、はい、グレネードを警戒して設置さえできれば圧倒的有利です。さあまだ1キロも生まれてない。30秒経過、ランポがボムヌ設置入ります。ここはグレネードを警戒したいが設置完了。 5on5 一触即発の場面です。まあもうこれで来週バイトはタイミング合わせるしかないんで、こういうキルが生まれると痛いですよ。ファーストブラッド100のスナイパー、正面からのエントリーは難しくなった。後ろから2枚オーデブとデーモン来てる。しかしチョモがしっかりカバー、ミスティが T 落として、あとは裏の2枚しっかり抑えたい。まあもう足音しっかりチョモが聞けてるんで、はい、大丈夫ですね。これは最後はデーモン耐えるチョモ、ランプ落とします。チョモは逃げます。いや素晴らしい時間稼ぎ。そうですね、もういて足音立てられるだけで嫌になっちゃいますからね、これデーモンからしたらもう、はい、もう時間がありません。解除も間に合わせ、チョモが時間を稼いで決めてくれました。リーダーチョモを見せる。5対 6BBV 東京大逆転勝利。これでマップカウント1対1。